自分があんなざまになっちまっちゃ、世話ねえぜ。そうだったんだ。岸沼君と篠崎さんも大変だったんだね。鈴本も一人でよく頑張ったな。森重は一緒じゃねえのか。うん、探してるんだけどね。まあ、あいつのことだからどうせ無事だろう。幽霊見てさ、シェイクスピアの歌劇を彷彿とさせるな、とか言って、眉間にシワ寄せてんじゃねえの？俺と鈴本がこうして会えたんだ。あいつともすぐに会えるって。そうだよね。きっと会えるよね。な、廊下がつながったおかげで探す場所が増えちまったけどな。でも一人で探すより二人で探す方が絶対にいいよ。だな。いつもの鈴本らしくなってきたじゃねえの。じゃあ気合い入れてみんなを探しに行くか。しげに、近くにいることは分かったんだから、私、頑張れるよ。絶対見つけるからね。と、その前に、おトイレ。お前な。ごめん、ずっと怖くて緊張してたからかな。急にお腹が。舞台の前にもたまにあるんだけど。そんじゃ、それもついでに探すか。すりゃこのままでも通れるかもしれないけど、崩れると危ねえからな。うん、片付けちゃおう。よかった、トイレだ。ごめん、私ちょっと行ってくるね。ああ、近くにいるから、何かあったらすぐ呼べよ。ちょっと離れててよ。その、聞こえちゃったら、嫌だし。
どうした？なんでもない。すぐ行くから。お待たせ。超すっきり。おう。それより岸沼くん、離れててって言ったのに。え？いや、鈴本がでけえ声出したから来たんだよ。大丈夫だったのか？ごめんごめん。岸沼くんはいいの？トイレ。ああ、いや、男子便所に入るとよ。なんか、いるんだよ、男の霊が。開けるなーとか言うの。落ち着けないね。じゃ、気を取り直して、篠崎さん探しましょう。あ。なんで私、あのあざのこと黙ってるんだろう。男の子に見せるのが恥ずかしいから？そうじゃない。おい、鈴本！何ぼーっとしてんだよ！ごめん。頑張って！今すぐほどいてあげるからね！待て！よく見てみろよ、鈴本！
状のバケツがひっくり返って、中身があの子の上に。何が入ってんだあれ。動かして大丈夫なのか。だけどのんびりしてたら、落ち着け。要は天井のバケツさえ取り外しちまえば。でも岸沼君、手が届く？まず顔の包帯をほどいて安心させてあげた方が。